はい、おはようございます、ゴールデンでーす。さあ、この部屋での撮影はもうかなり久しぶりになります。はい、改めましてワールドカップから戻ってきました。現在カタールから帰国して4日ぐらいが経つんですが、時差遅れで眠れない日々が続いています。人生でこんなに眠れないという経験初めてなので非常に心配です。他の一般的な人であればね、32年間生きてたら、悩みの一つや二つあって眠れない日があるとか、そ、はい、の話は聞くんですけれども、はい、彼は初めて、眠れないくて朝までなったと、やっとそういう人の気持ちが分かりました。時差ボケの解決方法などありましたら、ぜひ皆さんおすすめの方法をコメント欄で教えてください。今回なんですけれども、カタールで購入したお土産紹介やっていきたいと思います。はい、まあ、2人ともね、それぞれいろいろ買いましたんで、どんなものを買ったのか、エピソードとともに皆さんに紹介していきたいと思います。まずちょっとスリッパ紹介してもらって。いや、いいって履いてるスリッパ、いや、いいってって何？何え、何？はいはいって、そんな見せ方ある？ちょっと、シンメトリーになってます。てか、毎回履いてるスリッパ違うように見える、はい、さあ、今回私たちが買ってきたものはこちらです。さあ、今回これだけたくさんのものを買ってきました。はい、まあ、かなりやっぱりポンピーさんの方がお購入されてるようです。それでは順番に紹介していきたいと思います。で、まずこちらは僕たちは買ったものではないんですけれども、インタビューにも登場しました、ヌールさん一家の皆さんからいただいたお土産になります。まあ、これはいずれ動画も上げると思うんですけれども、僕はですね、実際にインタビューをした後ですね、お家の方にもお邪魔させていただきました。はい、本当におもてなししていただいてありがとうございました。はい、で、そこでいただいたお土産になります。はい、はい、まずはこちらですね、チュニジアの伝統的なトラディショナルの帽子ということです。お願いします。お願いしますというの。いや、はい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 。え、何笑ってる？ちょっとすみません、後はでかすぎてかなり締め付けが強い形になっています。はい、続いてはこちらですね、見てください、このチュニジアの伝統的な帽子のキーホルダーになります。ありがとうございます。ありがとうございます。これはあなたにも渡させていただきましたね。はい、いや、渡しましたよね、確実に。はい、そしてこちらは、これちょっとごめんなさい、チュニジアのものかわからないんですけれども、これもちょっと伝統的な、サンダル靴ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして続いてはこちらですね、まあ、裏にはファンフェスティバルというふうに書いてあります。これはですね、ファンフェスティバル、要はパブリックビューイングの会場ですね、ワールドカップのパブリックビューイングの会場で買えるバドワイザーのビールのコップになります。まあ、カタールだとね、ビール買うのが大体1杯2000円ちょっとするということでね、まあ、これすごいかっこいいデザインになってますし、これをお土産に買ってる方も非常に多かったようです。こちらも持ち帰らせていただきました。ピカクさんとコメ将軍さんにもあげましたからね。はい、続いてこちらです。泊まっていた宿の近くの、まあ、スポーツコーナーというか、まあ、スポーツショップで買わせていただいたワールドカップのキャップですね。これはね、水色で黒のデザインで結構おしゃれでかっこいいですね。ちょっとじゃあ一旦取り替えさせていただきます。水色いいんだ。いやいや、そういう意味ではないけど。何？いや、青赤とかそういう色ではなくて、そうね、ちょっとできればそういう色があればよかったんですが、ちょっとたまたま見つからなかったんで、今回はこちら水色とさせていただきました。いや、いいと思います。はい、ありがとうございます。続いてこちらですね、これも同じスポーツショップで買わせていただきました、ワールドカップのロゴが入った黒い T シャツです。これも非常にシンプルなデザインでかっこいいです。ありがとうございます。そして今着てるこのワールドカップのこれ表がロゴ、はい、後ろもこの FIFA ワールドカップ2022というふうに書いてあるこのパーカーになります。もうこれも黒にね、金のデザインで非常にかっこいいです。これ全く同じものあなたも購入しましたね。私も、はい、はい、お店に行った時は店頭に出てるのかなり少なかったんですけども、はい、はい、たまたま 2XL と XL のサイズがあったんで、無事2人購入することができました。よかったです。私は XL です。はい、私は 2XL です。はい、はい、続いてはこちらですね、これは大会期間中かなり話題になりました、これは人に渡すお土産なんですけど、ライーブくんですね。で、本当はライーブくんのこの被り物も購入したかったんですけれども、もうちょっとかなり現地で大人気ということで、もうどこの店に行ってもなかったんで、こちらライーブくんのキーホルダーを買わせていただきました。で、こちらもかなり可愛らしいです。で、残りは、食べ物というか、食べ物飲み物系になります。こちらですね、カヤクティ、はい、カラクティなんて言ってます、カラクティ、はい、はい、カラクティになります。これはカタールで
非常に、まあ、トラディショナルな伝統的な紅茶ということで、実際に私スークワキーフの方でも飲ませていただきました。動画上がってます。はい、はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、あの非常に適度な甘みがあって、まあ、日本で飲むものでいうと結構ロイヤルミルクティーとかそういったものに近いような気は私はしました。とても美味しいです。うん、6セットとちょっと買いました。さあ続いてはこちらですね、パイナップルのドライフルーツ、これ2つ買いました。僕は知らなかったんですけれども、チアゴと一緒にですねお土産の買い物に行った時に、チアゴからドライフルーツ結構あのカタールでは有名なんだよというふうに教えてもらいましたんで、パイナップルのドライフルーツ買ってみました。そして最後はこちらになりますね。ちょっとそれぞれ種類はまた別になるんですけれども、これデーツというですね、カタールで有名なチョコレートのお菓子になります。僕が買ったのは全部そうかな、中にこうこんな感じでアーモンドが入っているものが多いので、これはね非常に美味しくて有名だそうです。試食できます？いやちょっと試食はちょっとすいません。え、なぜ？いやいや、あげるものなのでちょっとそれはさすがに開けた状態ですいません、あのお渡しすることはできない。ちょっと試食に関しては大変申し訳ないです。はい、そういうようなのは買ってないってことね。ちょっととはい、デーツは自分のようには、すみません買ってませんでした。ちょっとすみません、動画のことは考えられていませんでした。すみません私の方で、うん、私の方でとかじゃないでしょう。言えず、うん、私は買ってきたものは以上になります。それではよろしくお願いします。でも私が買った方は後で食べてもらいます。はい、もうそうすることしかできませんでした。あれはすみませんでした。考えてないので。はいはい、ごめんなさい。もう分かったから、いや、うん、繰り返し謝罪しない。じゃあまず、はい、食べ物の方から。はい、まあこれは同じお店で買ったので、うん、基本的に簡単な紹介になります。はい、この辺ね、うん、これも同じデーツですね。はい、はい、あ、あなたもドライフルーツね。ドライフルーツ、私もあの一応お茶も買いました。はい、で合わせてなんか蜂蜜も有名って聞いたんで、うん、3つほど買いました。はい、でこれは空港で買った。これもデーツですか？わかりません。はい、なんかピスタチオとか、はい、カシューとか入ってるっぽいです。はい、これはデーツですね。これはこちらもデーツ。はい、あと服をね結構買いました。はい、アルゼンチンのシャツ。はい、まあ優勝しましたね。これはもう優勝したので記念に自分のにします。はい、あとかけそばに一着あげたのと、ボンさんにも一着あげました。はい、ボンさんにはあのフランスのあげました。はい、でこちらがブラジル。はいはいはい、でこちらはなんかワールドカップ大会そのもののデザインが描かれた T シャツと、うん、でこちらはライーブくんのシャツ。ああ、それね。はいはいはい、はい、であとこのパーカーもそうですね。はいはいはい、後ろこんな感じだと、はい、3つ買ってんだね。パーカー、パーカー3着。はい、グレーの、これの色違い、色違いだね。相当なこれ金額になってんじゃないこれ。まあ 10はいってないか。いってんじゃない。いや、10はいってない。いってないぐらい。7万ぐらいいってるかな。はいはい、なかなかの金額になっています。はいはい、まあせっかくなんでね、こんな機会、うん、めったにないですし、はい、まあ食べるものだけじゃなくて残るものもたくさん買いたいなと思いました。はい、でマンゴーいいです。いや、なぜアレルギーなんだよ。ちょっとすみません、私が自分食べる買っていませんでしたね。ポンピーノを試食していきたいと思います。ありがとうございます。いや、自分で食べるっていうか、その動画のためのっていうのをね。はい、だから自分のことしか考えてないってことで、というふうに捉えてください。うん、捉えられてもおかしくないです。言い方、うん、よく言った感じだけど。なるほどなるほど、うん、まるで自分を犠牲にして、うん、他のことだけ考えて、他の人のことだけ考えて買ったような言い方ですけど、はい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 、それは違うから。うん、分かった。うん、うんうん、こんな感じですね。ちょっとじゃあいただいてみたいと思います。いただきます。いただきます。お、うまっ。まずね、このアーモンドとかナッツの食感とか旨味っていうのはすごいありますし、あとね、中はこう意外にちょっとこうもちもちっとした、ちょっとあんことか、うん、にちょっと近しいような甘みが中の味としてはありまして、すごい美味しいですね、これは。いや、これはあの非常におすすめです。皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はカタールワールドカップで購入したお土産を紹介していきました。これから皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは失礼します。この動画いいと思ったら高評価お願いします。プラス見て。